投資の可能性をすべての人にこだまです。今日は初心者はまずこれを買え、厳選後輩と5銘柄について動画で取り上げていきます。政府がですね、投資を進めて新NISAの影響もありですね、初心者の方がですね、今増えているような感じがしているんですけども、特にですね、投資対象として注目されているのが、私が普段からですね、扱っている後輩投株です。株価のですね、値上がりや企業分析というのはですね、非常にテクニックが必要ですけども、後輩投株というのはですね、ある程度ですね、絞れて馴染みのある企業も多いので、初心者が取り組みにはぴったりです。なので今回は金融教育歴8年2万人以上ですね、指導させていただいて、まあ、自分でもですね、後輩と投資をしている私がですね、厳選する初心者のおすすめの5銘柄について話していきます。ある程度知っている方はですね、まあ、ベタな銘柄もありますが、大事なのはその選ぶ背景です。買った後にマイナスになろうが、大きく含み益になろうが、長期でですね、資産を伸ばすにはやはりそれなりの根拠が必要です。出ないと自信がないので結局売っちゃいますね。なので銘柄じゃなくて、その背景や考え方をですね、しっかりとね、見てもらいますと幸いです。この度私のですね、初めての著書が3月2日にですね、出版されることになりました。長期投資、後輩と投資をするなら必ず手に取っていただきたいんですけども、概要欄のリンクにですね、3月2日までに先行で買っていただいた方向けのキャンペーンのご案内があります。先行予約キャンペーンでは、投資の失敗5パターンのですね、解説動画や、私のですね、米国の銘柄監視リスト、さらにスクリーニングやチャートリーディングに関する講義動画の特典も、書籍のですね、先行予約者限定でプレゼントしています。せっかく手に取るんであれば、ぜひですね、こちらのキャンペーンにも応募してください。詳しくは概要欄のページにありますので、見てもらえば幸いです。あとですね、普段から言ってますけども、こちらのチャンネルの公式 LINE があります。チャンネルと合わせて、ぜひ友達登録を概要欄からよろしくお願いします。それでは、本題いきます。初心者が買うべき後輩投株、その1が8354の福岡フィナンシャルグループです。福岡フィナンシャルグループは、福岡銀行、熊本銀行、さらに長崎の18神話銀行、この3行が連合する地銀の中でも資産額トップの金融持ち株会社です。福岡、熊本、長崎を中心に国内414店舗、海外にもですね、8拠点ありまして、2021年には国内で初めてのデジタル銀行であるみんなの銀行システムを稼働。最近でもですね、この ATM で地方税が納税できるように QR ですね、納付に対応した ATM の更新を進めています。地銀というと、まあ、成長性がなくて保守的と思われがちですが、比較的ですね、潤沢な資産をバックに先進的な取り組みをですね、進めている銀行になります。福岡フィナンシャルグループ、この赤がですね、まあ、株価の推移になるんですけども、それ以外のチャートにつきましては、まあ、三菱 UFJ、三井住友フィナンシャルグループ、まあ、みずほフィナンシャルグループと、大手のですね、メガバンク3行との比較となります。まあ、みずほは置いておいて、まあ、同じようなパフォーマンスで来ていますが、昨年12月からのですね、パフォーマンスを比較しますと、まあ、日銀のですね、金利の上限修正があってから、まあ、メガバンクはですね、大きく上がっているんですけども、相対的に福岡フィナンシャルグループは上昇幅がやや限られていまして、割高感があるですね、まあ、メガバンクに比べてまだ狙いやすい、まあ、そんなね状況かなと思います。もちろんですね、日足を見てもこの通りで結構高いところまで来てますので、まあ、銘柄の良し悪しとは別にしっかりと急落調整局面は狙っていく必要があります。配当利回りは 3.41%、 今期は減益ですが、ただこれに関しましてはですね、金利の上昇でですね、含み損が拡大した外国債券のね、売却損によるものですので、まあ、楽観はできませんが、ある意味ですね、一時的な要因です。私が特に銘柄を選択する際に重要視しているのは、その会社がですね、属する業界の将来性です。まあ、地銀というと、どうしてもね、国内に限られてきていますので、まあ、その地域がですね、どのような展望を描いていくのか、まあ、そこが重要です。特に福岡フィナンシャルグループが基盤を置く福岡市の人口推計ですけども、この人口減少社会においてですね、推計では2036年まで人口増が続くと言われています。地銀で比較的ですね、大型な静岡銀行も、まあ、すでに静岡市のですね、人口減少という課題に当たっていまして、まあ、それと比べれば、まだまだ商機のですね、拡大が見込めるということです。特にですね、福岡市っていうのは本当に便利だなと思ってまして、例えば博多を中心に地下鉄で2駅で福岡空港まですぐにね、アクセスができまして、福岡空港も国際空港ではありませんが、まあ、アジアなどを中心にですね、まあ、九州地方の玄関口となっています。街がコンパクトで、物価も東京よりは安くて、食べ物が美味しくて、で、さらにですね、ちょっと外に出れば自然もあるという、まあ、ビジネスの面でも、あるいは子育てなんか考える面でもですね、まあ、非常にやりやすい環境なんじゃないかなと、個人的にも思っております。まあ、実際若年人口のですね、割合も大きいですし、まあ、官民を挙げて企業をですね、支援していることからも、企業率はですね、20年度全国平均を上回る 7.2% でした。証券としてまだまだ発展が見込める。まあ、そのようなですね、伸びしろのある、まあ、環境でビジネスができますので、まあ、地銀の中でも比較的有望かなと思います。というか、まあ、現にコロナ後のですね、長期チャートを見れば、まあ、順調な右肩上がりをですね、描いていますね。配当金もですね、この通り増配を続けていまして、配当利回りは 3.41%。ただ、2023年3月期においては、まあ、減益した影響もありまして、配当成功が 60% 以上になっています。
今までですね、割と安全な水準で来てたんですけども、まあ、そこはちょっとやや気がかりですね。まあ、ただ原因要因がですね、まあ、外債の損切りによる一時的なものだと思われるところと、あと各種ですね、貸し出しやローン、投資信託残高なんかもですね、順調に増えていますんで、まあ、収益として伸びしろを見出しつつ、まあ、他の銀行と同じようにですね、まあ、人件費や店舗の削減なんかも進めていますので、まあ、今後もですね、利益の改善が見込めるかなと思います。ただ現状はちょっとですね、高いところが来てますんで、まあ、しっかりとね、調整局面などを待つ必要があります。特に暴落期になると全然ですね、半値になることもありますので、まあ、初心者におすすめだからといって、まあ、すぐに買うようなことはしないでください。ただ少なからず日銀のですね、金融緩和の修正、まあ、金利上昇などがあればですね、まあ、その思惑でね、上がりやすいね、銘柄かなと思いますし、まあ、少し長めに監視をして、まあ、大きく暴落したタイミングなんかを狙ってみると面白いかなと思います。初心者が買うべき高配当株、その2が3003のヒューリックです。ヒューリックはですね、不動産デベロッパーで、東京23区のですね、駅近物件を中心に、不動産賃貸業、不動産開発、管理業務、さらにホテルや旅館、ショッピングモールなど、まあ、有料物件をですね、生かした不動産ビジネスを展開している会社になります。日本もですね、いよいよですね、金利が上昇してくると。日銀人事官もですね、そんな気配がしますけども、まあ、金利が上昇すると、不動産株には完全に逆風です。むしろこの10年の不動産バブルが完全に低金利下での借り入れのしやすさもあって拡大してきましたが、まあ、金利が上がればその分返済コストも上がりますので、まあ、不動産株をはじめリートや建設株なんかにも影響が出ます。まあ、実際昨年12月20日にですね、日銀が突然ですね、金融緩和の修正を発表してからは、まあ、ヒューリックの株もですね、この通り大きく下落しまして、今少し反発はしますけども、まあ、依然として長期的にですね、予断を許さないような現状です。特に 0.5% までですね、上がった上限金利を止めようとですね、国債の購入額は過去最大となっており、ただこれ裏を返せば、まあ、こんなにね、いびつなことをね、続けていいわけありませんので、まあ、今あるようなマイナス金利の修正や、まあ、金利のですね、上限緩和なんかも当然あってもおかしくないです。ただですね、ヒューリックはそれに逆行するかのように、まあ、22年12月期でありますけども、まあ、業績はですね、12期連続で過去最高を更新。株主還元も 40% 程度のですね、配当成功を目標に、まあ、自社株買いや増配にも積極的です。さらにですね、ポートフォリオが優秀すぎるんですよね。まあ、特にオフィス等ですね、都心の高立地にですね、構えておりまして、物件のうちですね、築10年以内のですね、まあ、新しい物件が 38%。しかも徒歩距離はですね、徒歩3分以内でアクセスできる物件がですね、60%。5分に広げれば 75% と、もうめちゃくちゃ駅近物件をね、持ってます。まあ、エリア自体もですね、価値が落ちにくいと言われている都心5区や、まあ、23区。そういった地域がですね、多くを占めていますので、仮に不動産株に逆風になったとしても、まあ、継続的にニーズがですね、発生する、まあ、地域にですね、不動産を持ってますんで、まあ、収益的にはかなりね、安定しやすいかなと思います。まあ、しかもオフィスだけじゃなくてですね、まあ、商業施設や旅館、高齢者施設など、まあ、ポートフォリオを多様化、直近でも銀座に保有しているですね、ビルを4割建て替えると。まあ、そんな発表もしてますんで、直近2、3年ですね、厳しい状況になるかもしれませんが、まあ、長期で見れば配当金もですね、期待できますし、会社としてのですね、成長も当然見込みます。株価もちょうどですね、落ちてくれていて、かつですね、ここ、まあ、12、3年のレンジが、ちょうど下限800円台半ばぐらいなんですね。なので、暴落したらそのあたりをね、目安にしてもいいかなと思いますし、配当金もですね、会社が借りる通り、実現配当成功は 40%。まあ、利益の4割がね、配当ですので、まあ、比較的安全で、配当利回りは 4.26%。まあ、さらにですね、まあ、あんま無理はしてほしくないですけども、まあ、利益の増大に伴って、配当金もですね、年々増配しています。平均年収も最新ランキングで4位。営業利益率はさっきですね、24% で、ROE も約 12%。稼いでいてですね、もう素晴らしい会社なんですけども、まあ素晴らしいことがもう分かってるがゆえに、株価もそこまでですね、変動しない。まあある意味ですね、分かりやすい値動きをしているかなと思います。で、先ほど紹介したですね、銀行株、まあ福岡フィナンシャルグループが、金利上昇局面では恩恵を受ける一方で、逆に日銀がですね、金融緩和をですね、継続で、まあ低金利を維持するんであれば、まあ不動産にはね、追い風になります。今日もちょうどですね、日銀のですね、総裁候補である、まあ、上田氏のですね、まあ、所信聴取があったわけですけども、まあ、話の中ではね、まだまだね、金融緩和を続けると言っております。まあ、私はやはこれには懐疑的ですけども、まあ、とはいえ、まあ、日本もですね、国策上、まあ、円安誘導をしたい、多少の緩和はですね、許容しながら、まあ、運営していくと思われますので、今のうちにですね、下落している不動産株、まあ、特にその中でも有利な物件を多数持っている3003ヒューリック、まあ、ぜひチェックしてみてください。初心者が買うべき高配当株、その3が9432の日本電信電話です。圧倒的な安定高配当株。もう NTT といえばですね、もう説明不要ですが、国内最大手のですね、通信事業会社となります。電話、ブロードバンド、モバイルなどですね、まあ、全国的にというか、まあ、インフラとして、まあ、通信サービスを提供しており、
国内でも当然シェア1位。近年ではですね、NTT データを中心に、まあ、DX や海外事業なんかも展開しています。業績はですね、割と横ばいな感じなんですけれども、株価はですね、まあ、安定上昇を続けてまして、配当利回り 3%。私が買った時はですね、4.5% ぐらいあったので、だいぶですね、株価が上がったというか、まあ、利回り的にもですね、3% と、まあ、その株価上昇がですね、反映されるかなと思います。通信企業はですね、やはり高配当ポートフォリオに入れておきたいですね。大きく成長性はありませんが、毎月のですね、ストック収入がですね、しっかりと入ってきて、まあ、ウェブサービスはいろいろ追加あっても、まあ、通信会社というインフラはですね、変わりませんから、まあ、そういった意味で普遍的。国が大株主についているので、まあ、そういった意味でも強く。さらに直近での営業収益、セグメント別の伸びを見ると、海外でのグローバルソリューション事業、不動産、まあ、そういったですね、新しい事業がですね、約6000億ほどですね、伸びていまして、既存のですね、通信事業はもちろん盤石なんですが、まあ、それに上乗せする動きもしていると。同業であるですね、KDDI が、まあ、海外売上をですね、出してはいないんですけども、NTT はすでにですね、18% 海外からの売上がありまして、まあ、近年でもですね、買収などを続けながら、まあ、少しずつ伸ばしています。海外からの売り上げがあると、まあ、円安のですね、影響をですね、まあ、プラスに受けられますし、金額的にも将来の売り上げ、利益のですね、拡大が見込みます。株主還元に関しましても、継続的なですね、増配と自社株買いをですね、行っていまして、かつですね、不景気にも強い。まあそういった意味でも、まあベタですが、やはり高配当ポートフォリオですね、入れておきたい銘柄の一つです。ただ、週足 RCI で見ると、だいぶですね、高いところにいますので、この点はややですね、留意しないといけないかなと思います。また直近はですね、大きくね、上昇してますけども、つい3、4年前はですね、まあ2900円から、まあ、2000円ぐらいをですね、行ったり来たりという感じで、普通に高値掴みをしていたら 30% ぐらい下がってしまいますので、意外とですね、ボラティリティあるなと。月足からはそんな印象がですね、受け取れます。で、今ですね、結構上がってきた中ですので、まあ、ある意味喜ばしいこともありますし、将来の利益成長ももちろん期待できるんですけども、なおさらですね、暴落時、そこをね、しっかり狙っていければいいかなと思います。まあ、最もですね、配当成功が 34% と、だいぶ余裕があって、かつ配当金も連続して増配していますので、まあ、ある意味ですね、いつ買ってもいい銘柄なのかもしれません。まあ、ただ、なるべく資金が限られる方は、当然、キャピタルゲインも欲しいと思いますので、まあ、売買ポイントはね、やっぱり気をつけた方がいいでしょう。初心者が買うべき高配当株、その4が4063の信越化学工業です。科学界の巨人、息子を入れるなら信越化学。まあ、世界的な総合化学素材メーカーで、まあ、生活環境基盤材料を中心に、塩化ビニール製品や化成ソーダ、シリコンウェアなどの電子材料、シリコンセルロースをですね、原料とした機能性材料に、それを使ってですね、建築、住宅、化粧品、PC やスマートフォン、自動車にですね、至る製品素材をグローバルに供給しています。特にですね、主要製品である半導体シリコンウェアに関しましては世界1位、塩化ビニール樹脂も世界1位、シリコンは国内1位で世界4位、化成ソーダ、メタノール、レアアースマグネットは世界第1位、といったようにですね、世界シェアトップを占める製品をですね、多数製造していて、信越化学なしにですね、世界の工業、まあ、工業というかもう経済が成り立たないですね。売上構成としましても、まあ、一つのですね、製品に頼ることなく、バランスよく構成していて、まあ、さらにですね、まあ、日本を飛び出して海外の売上がですね、もう8割ありますので、もう円安メリットをですね、受けまくり。実際、売上はですね、2兆円をですね、誇っていまして、営業利益率 32% は、同業他社、三菱ケミカルや住友化学、旭化成や三井化学をですね、圧倒的にしのぐ高水準の利益を誇っています。今期も経常をですね、4% 上方修正し、最高予想を上乗せ、配当も50円増額しまして、利回りはね、2.61% と、まあ、そこまで高くないんですけども、ただ見てもですね、チャートがですね、綺麗に上がってくれて、長期でもですね、この通りですね、ずっとね、成長を続けています。まあ、製品がですね、いいことが大前提ですけども、まあ、海外売上が高いとですね、金額数量ともですね、まあ、世界経済の成長を取り込みますし、まあ、日本の金融政策自体が円安誘導なのであれば、なおのことを恩恵を受ける。まあ、そんな会社となります。業績推移やキャッシュフローを見てもこの通り。さらにですね、有利子負債はほぼゼロと、無借金でかつ現金も潤沢に持っていて、まあ、さらにね、先ほどですね、言ったような高い営業利益率と ROE をですね、記録しています。まさにチート銘柄。ただですね、科学自体がそもそもですね、景気敏感株です。直近こそ好調ですけども、実はですね、2021年の9月をピークにですね、ずっと下落を続けていまして、これについては今振り返れば、まあ、世界的な景気減速をですね、織り込んで、まあ、下落してたことも考えられますし、過去上がってるとはいえ、途中途中では 40% 近くですね、暴落することもあるんですよね。製品が強くて稼ぐ力もあるのに、たまたま景況感や地合いで、まあ、大きくですね、売られたところ、まあ、ここはやっぱりね、チャンスだなということがよくわかります。ただ万能に見えてもですね、気をつけなくちゃいけないのは為替レートですね。特に昨年の大きな上昇は、このですね、円安の影響が少なからずありました。まあ、直近もですね、少し反発気味ではありますけども、ただ米国はですね、景気後退に陥ると、時折ですね、ドル円は大きくですね、円高に振れることがあります。
まあさすがにここまで上がったんで、まあ、また再び100円割るなんてことはそうそうないでしょうけども、ただもしもですね経営評価が悪くなって、まあ、製品需要が減り、そして円高方向に触れると、まあ、それだけ収益がね目減りしますので、そういったところの影響は気をつけなくちゃいけないですし、まあ、逆に言うとそういった状況で、まあ、しれっとですね買い降りていく、まあ、そんなね買い方が一番配当利回り的にも株価的にもいいんじゃないかなと思います。いずれにせよですね、一つのセクターで強い銘柄があったとしても、まあ、それだけをですね、万能視せずに、まあ、景気の各場面で強いですね、セクターに分散して投資をしていきましょう。初心者が株式、後輩と株、その5が8593、三菱 HC キャピタルです。三菱 HC キャピタル、最近ちょこちょこ動画出てくるんですけども、大手の総合リース会社で、三菱日立のですね、統合により誕生し、まあ、その結果ですね、生活、環境、再生エネルギー、不動産、航空、モビリティ、金融、カスタマーソリューションにインフラなど、まあ、あらゆるですね、分野をカバーする、まあ、大型のですね、リース会社となります。配当金は20年以上連続で増配しながら、配当成功は 40%。リース会社自体が景気敏感株ですけども、まあ、それでもこれだけ余裕を保ちながら、配当金をね、しっかり増額していると。まあ、素直に強力ですね。直近はですね、三菱商事と共同してですね、まあ、自動車リース会社を統合したりですとか、フランスの ALD 社とですね、タイで車のリース会社を作ったり、コンテナリースを強化して世界3位浮上。まあ、このようにですね、もう様々な事業をですね、幅広く展開しています。事業構成を見てもですね、ポートフォリオが多様化していまして、さらに海外売り上げもですね、3割ほどありますので、やはり日本株では国内成長だけじゃなく、まあ、海外成長もですね、取り込めるかどうかというのがやっぱ大事ですね。直近は第3四半期累計で経常が 33% 増益。営業利益率もですね、前年同期から 6.9% に改善してますんで、まあ、早速統合の効果がですね、現れてきてるのかなと。まあ、そんな状況がですね、決算からも見受けられました。リース会社で怖いのはですね、景気動向に振り回されすぎるところです。少し古いんですが、同業の8591オリックス。2008年ですね、リーマンショック時は、まあ、海外投資家の売り上げもありまして、高値がですね、20分の1以上に下落。超絶ハイボラでして、まあ、これもあってですね、オリックスは株主優待等を充実させ、まあ、今日のようにですね、安定して株価をですね、描いているというような状況があります。三菱 HC キャピタルも、まあ、ある意味わかりやすくですね、このようにこう、レンジっぽい感じのですね、チャートなんですけども、ただよく見ると、まあ、2015年から16年にかけて、2019年からまあ20年にかけてですね、まあ、ここも半分近く株価は落ちています。結構落ちるときはね、バーンと落ちて、まあ、ただ下値ラインがですね、わかりやすいと。まあ、そんな高配当銘柄なのかなと思います。決算内容を見ても、まあ、近年ではですね、ロシアがですね、ウクライナ侵攻することによって、まあ、リースしてた航空機が返ってこないなど、まあ、そういったですね、特殊要因もありましたが、ただですね、まあ、特別損失等のですね、マイナスありつつ、好調なですね、海外セグメントや、航空事業や環境におけるですね、費用減少などにより、まあ、利益はね、しっかり伸ばして、前年比ですね、101億円のですね、純利益を出しています。まあ、不透明要因ね、様々ありますけども、まあ、事業ポートフォリオもですね、しっかり分散してますし、まあ、この不透明な時代において、まあ、企業もですね、設備や機械などを、まあ、自前で持つよりがリースにしようと。まあ、そういったニーズはですね、継続的にあるかなと思いますので、株価の変動は気にかけつつ、まあ、落ちたところをですね、狙っていきたいと。まあ、今ちょうどね、結構高値に来てますんで、まあ、そんなスタンスですね、じっくり待てればと思います。まあ、企業の体力があって、やっぱ配当ね、ちゃんと出してくれると、それも余裕を持ってと。まあ、そういった会社であれば、暴落時こそチャンスですし、まあ、なんとなく怖いというかね、気持ちが乗らない時ではあるんですけども、しっかりとね、腑に落として勉強していきましょう。暴落時の拾い方に関しましては、こちらの公式 LINE の方で、私のですね、講義動画をプレゼントしてますので、ぜひですね、友達登録をよろしくお願いします。それから冒頭でも言いましたが、私のですね、書籍が近日中にね、出版されます。概要欄にあります先行予約ページから予約していただけますと、実践で役に立つですね、投資の動画や、米国株ですね、監視銘柄リストなんかもプレゼントしますんで、そちらの方も概要欄の方からですね、確認してもらって、本の方もですね、手に取ってもらえばと思います。ということで、以上となります。もし動画がいいなと思ったら、チャンネル登録もよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。